アレクサンドル・ヤコブレビチ・モギレフスキーは、ロシアのバイオリニスト、ニコライ2世のための宮廷楽団の学長を務めた、アレキサンダー・モギレフスキーとも表記。オデッサ生まれ。6歳からバイオリンを始め、1898年に、モスクワに移り、モスクワ音楽院に入学、ニコライ・ソコロフスキーとヤン・フジマリーに支持し、後に同行を主席で卒業した。 1900年1月には、サンクトペテルブルク音楽院に入学し、レオポルトアウアーに支持した。1909年、モギレフスキー弦楽四重奏団を設立。スクラービンの教え子で同僚で親友でもあり、セルゲイ・クーセビツキーによる1910年の演奏旅行でスクラービンと共演した。1910年、モスクワフィルハーモニー協会を音楽。 演劇学校バイオリン科主席教授。1919年から1921年まで、モスクワ音楽院教授。1921年、ストラディバリウス弦楽四重奏団に入団。公尺家の礼場で、ピアニストのナデージダニコライブなど、ボーアルネ・ロイヒテンベルクと演奏旅行で親しくなり、1929年に結婚。この演奏旅行は、 シンガポールやオランダ両東、インド、日本といった極東諸国から始まった。1927年3月から12月まで東京高等音楽学院の講師。1930年に再来日して帝国音楽学校の教師となり、1932年から東京音楽学校で教鞭を取る。弟子に鈴木茂一や諏訪根じ子がいる。 妻に若い男と駆け落ちされた後、日本人の家政婦と再婚。東京で死去した。墓所は小平霊園にある。ピアニストのエフゲニー・モギレフスキーは弟の孫にあたる。ありがとうございます。